平野道夫は、日本の国土交通機関。国土交通省北海道開発局長や、同魂代表取締役社長を務めた。1970年北海道大学工学部同物、工学科卒業、北海道開発庁入庁。1973年北海道開発局、石狩川開発建設部第一課河川調査第一、係長。 1974年建設省河川局地水課直轄総括係長1977年北海道開発局石狩川開発建設部札幌河川第一公務課長1978年北海道開発局河川計画課開発専門官1979年建設省計画局国際課課長補佐 1980年外務省大サウジアラビア、日本国大使館一等書記官1983年北海道開発局、石狩川開発建設部公務第一課長。1986年北海道開発庁、水生化開発専門館。1988年北海道開発局河川、計画化河川企画館。1990年北海道開発局、 朝日川開発建設部次長。1991年北海道開発局、石狩川開発建設部次長。1993年北海道開発局河川計画課長。1995年北海道開発庁、水生課長。1996年北海道開発局室蘭開発建設部長。1998年北海道開発局、 石狩川開発建設部長。1999年、北海道開発局建設部長。2001年国土交通省北海道開発局長。2009年同根代表取締役社長。2015年同根相談役。北海道大学工学部同窓会理事長等も、歴任した。2018年春の叙勲で、随法中受賞受賞。ありがとうございます。